ヤービス山とは北アメリカ大陸の北西部に存在する山の一つである。ただし、この山には目立つ峰が二つ存在していて、これらを二つの峰は独立した山頂として見なされる場合もあるものの、本校ではヤービス山に存在する二つの目立つ峰として扱うものとする。なお、行政区分ではアメリカ合衆国のアラスカ州に属する。また、 この山も含めた一帯は、1979年からは、ユネスコの世界遺産に登録されており、1980年からは、アラスカ州政府から、ランゲルセントイライアス国立公園にも指定されている。ヤービス山は、おおよそ北緯62度01分、成形143度37分付近に位置していて、その山頂の現在の標高は4091メートルである。ただし、 ヤービス山には目立つ峰が2つ存在していて、それが狭い尾根でつながっているという形状をしていて、その南南東側の峰の標高が4091メートルであり、そこから北北西に約4キロメートルの場所に標高3970メートルの峰が存在している。ところで、ヤービス山はランゲル山地に属する山の一つであるのだが、ランゲル山地はほとんどすべてが 火山活動によって形成されたと言っても過言ではなく、やはりこのヤービース山も火山活動の結果誕生した縦状火山である。しかし、最後の噴火の形跡は約100万年前のものであり、それ以後の噴火は起きていないものと考えられている。なお、この山の火星岩は主にデイサイトであり、確認されている中で最も古いナリりワは約170万年前のもの。 最も新しい日なり岩は、約100万年前のものであることが、この山の噴火が100万年前を最後に起きていないという証拠とされている。このように、ヤービス山は、すでに噴火は起きておらず、また高緯度に位置する鉱山であるため気候も、歓迎であり、現在のヤービス山は、その山頂部は万年雪で覆われており、山の北東側も、そのほとんどが雪と氷とで覆われている。また 同じく山の北東側には1500メートル以上の高さの崖が続いていて、凍りついた滝なども見られる。このほか、この山の東側と西側には険しい岩肌の斜面が存在するが、これらは付近を北流する弱瀬な氷河とカッパー氷河によって侵食されたこと、形成された建国である。この山のヤービスという名称は、アメリカ合衆国の密輸監視を担っていた役所に、 所属していたデビッド・エイチ・ジャービスの生を取ったものである。ただし、命名を行った人物はアメリカ地質調査所に所属する地質学者であったカイシー・シュレーダーであり、命名を行ったのは1903年のことである。ありがとうございます。